東京都議会議会員選挙2021年終了しましまたまず結果ですね、自民党が33議席、都民ファーストが31議席、公明党が23議席、共産党が19議席、立憲民主党が15議席、維新が1議席、ネットが1議席、その他4議席となっています。今回の東京都議選の投票率は、 過去2番目の低さになっていて42.39%でした半分以上の人は票を投じなかったということになってます投票率が低かった原因はいろいろあると思うんですけどまずコロナが影響していることは間違いないと思いますお年寄りの人とかは例えば投票行ったらコロナに感染するんじゃないかなって思って投票に行かなかった人も結構な数いると思いますね それだけではなくて最近ずっと雨が降っていて土砂災害とかもあったじゃないですか土砂災害とかもあって外出がちょっと不安だなとか雨降ってるから投票には行かない方がいいんじゃないかっていう判断をした人もいたと思いますそれ以上に今回の選挙が盛り上がらなかった原因っていうのはやっぱり論点がちょっとかかかりづらっったなていうのは普通こういう東京オリンピックの前だったら東京オリンピックを 開催すするるかか中止にするかそういう風な議論をここの選挙戦で行ってでまあ都民がそれを判断するっていう形になればよかったんですけどそもそも自民党とか公明党はマニフェストの中でオリンピック全く触れてませんのでもう選挙期間中もほとんどオリンピックっっていう話しなかったですね、まあ、今井絵理子さんとか来てなんかちょっと関係ない話したりとかそういうことが多くてオリンピックの話はなるべく避けてました。 というのは自民党公明党はオリンピックをやりたいんですけど都民の6割ぐらいはオリンピック反対なのでオリンピックの話するとちょっと嫌がられちゃうんですねだから自民党公明党はオリンピックの話避けてましたで都民ファーストはオリンピックを無観客開催っていう形で主張してたんですねこれはつまりオリンピックはやるよとやるけど観客いないから安全ですよっていうことですね まつまり簡単に言えば自民党公明党都民ファーストはオリンピックを強行しようとそういう姿勢だったわけですその一方で立憲民主党とか共産党ネットとかは今回のオリンピックは中止すべきだこういう主張をしてで都民もある程度中止しようっていう空気があるのでこれは一定の支持は得られたと思うんですよ。たただだし、ただしですよ これ中止は中止って言っても本当に中止できるのかとか経済は大丈夫かとかで今から中止ってでも大変じゃないのとかいう疑問にはちょっとその辺は答えられなかった気がしますね。そう考えると「トーインファースト」の無観客で開催しますぐらいの言い方がまあ現実的じゃないかなって思わせる要素はあったんじゃないかなって思うんですよ。 だから都民ファーストもそこそこの議席を獲得したっていうのはそういうふうにオリンピックは中止した方がいいと思うんだけど中止はちょっと無理じゃないかなっていう層の票を取り込んだ可能性はありますよねオリンピックに関して言えばただ今回の東京五輪っていうのは日本のリーダーたちが国民とか世界中の人々を騙して誘致したそんなオリンピックなんですよねで例えば当時 東京福知だった猪瀬さんがこんなことをツイートしてるんですね。誤解する人がいるので言う2020年東京五輪は神宮の国立競技場を改築するがほとんど40年前の五輪施設をそのまま使うので世界一金のかからない五輪なのですってツイートしてるんですよ。で金のかからない五輪だったはずなのに今もう3兆円とか。 4兆円とか言われててもう世界一金がかからないどころか世界一金かかる五輪になっちゃったんですよでこんな五輪を強行していいのかっていう話ですよね本当にそこはちょっとねさすがにちょっとまあおかしいなとは思いますよあと注目すべきは今回のヤンオ太郎さんの率いる令和新選組が東京都議会議員選挙で議席ゼロだったっていうことですね令和新選組は、 足立区と杉並区と世田谷区3人出したんですけど全員落選しましたで選挙が始まる前は3人は通らなくてもまあ1人か2人ぐらいだったら通す力あるんじゃないかなと思ったんですけどまあ今回山本太郎さんもちょっとがっかりしてるかもしれませんね全然ダメでしたねやっぱりそれも山本太郎さんの長所であるその 俳優としての面白さっていうのを出せってないんじゃないかなと思いますねまあ、山本太郎さん真面目に結構い,いろんなこと言ってるんですけどなんか東京オリンピック中止とあとコロナの対策が不十分っていうのだけが大きな声で聞こえちゃってなんかそれって東京の未来を示すとかそういうの全然関係ないですよねつまりオリンピックもコロナも都民にとっては 正直どうでもいいってはどうでもいいんですよもう少しなんか街並みをこうしようとか例えば渋谷をもっと面白くエンタメ性があるところにしようとかなんかお台場の開発をもっと頑張ってデートできるようにしようとかそういうなんか面白いのを求めてるんですよねなんかもうコロナの話もオリンピックの話も聞きたくないんですよだからやんお太郎さんの演説とかにもう全然人集まってないんですよね今回 うん、なんか注目されてないですよだからそういうふうにこう反対反対っていうふうに聞こえないようにちゃんとポジティブなことを9割で反対は2割1割2割にしとかないとなんかもうねコロナだからもう政府の対応間違ってますってそれは間違ってんのはみんな知ってんですよでオリンピックも中止した方がいいです中止した方がいいのもみんな知ってますよね それ聞きたくて言ってんじゃないんですよね。もっと東京をこうしますっていうまあビジョンをどん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 語れるようじゃないと、やっぱり東京都議会議員選挙でそういう組織票とかに勝つっていうの無理じゃないかなと思いますね。だって組織の人たちはビジョンあるんですもん。自分たちの利益を出すためにいろんな開発したいっていうのももうビジョン持ってますよね、彼らは。 で逆に市民の側はそういうビジョンがまだ示せてないと思うんですよだから市民の側がそういう組織の人たちと対立してそういう組織の人たちがやろうとしてるのを邪魔してるようにしか見えないんですよねだから自分たちが何をやりたいかっていうのをもっともっと打ち出していかないと選挙ってそういう場所だと思うんですよだからそういうのが足りなかったんじゃないかなって思います じゃあ今日はここまでにします。またね。バイバイ。